だ。蹴りをつけてくる。じゃあな。だって。そんな。こんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ。エニグマまで置いていくなんて。ランディ、ダメです。周辺の人たちも全然見かけていないみたいで。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこに。蹴りをつけてくるということはマインツ方面でしょうか。ああ、その可能性が高いだろう。それなら山道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長。ちゃけ、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、奴の姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元良兵、正義軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど良兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、え、多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。わかるんですか。簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしようとしているなら、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで何とかなると思うか。あ、確かにどう考えても無理がありますね。てことは奴が両兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけだ。はい、経歴から考えてかなりの火力の重火器あたりに通じていてもおかしくありません。それらを市内で調達するのは決して不可能ではありませんし、昔の獲物をどこかに保管していた可能性もあります。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみれば、ランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか。いや、さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら市内のどこが怪しいのかな。そうだな、やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギオーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさんしょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね。それに確かランディがクロスベルに来た時以来の知り合いじゃなかったかしら。フフ、奴も災難なこった。うまく撒いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまうんだからな。確かに。当然です。こんな勝手リーダーとしても
許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。うん、ロイドたちもくれぐれも気をつけてね。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で本部も混乱してるんでしょうね。警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。私たちの職分ですから。それに今はあくまで特務支援課の一員です。行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ、おや、さすがというか早速たどり着いたかい。ということはやはりランディはこちらに。ああ、昨日の夜に連絡があって朝早くブツを受け取っていったよ。あんたらが訪ねてきたらシラを切ってほしいと頼まれたが、そこまでの義理はないしね。確かに。それで結局ランディは何を注文したんですか？やはり動力式のライフルとか。いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄鋼弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで。店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすがに用意周到だな。ではこちらも番号が分かりませんし。でも重火器の本体は購入していかなかったんですか？ああ、うちもそれなりに強力な動力式火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか？当たり前だろ、こちそら情報が命だからね。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元傭兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために俺たちがいるつもりです。さっきからずっとこの調子でね。挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。せいぜい助けてやるんだね。おう、お前ら、ランディのやつ一体どうしやがったんだ。なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱりそうですか。
今朝のことですよね。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきてな。ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまったが。それで尋常じゃないものとは。やっぱり重火器の類でしょうか。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな。しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。察するにランディが使ってた特注の動力ライフルあたりかな。ああ、間違いないだろう。ギヨームさん、情報ありがとうございました。ああ、いいってことよ。事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。はい、了解です。これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか。はい、やはり彼はこちらに。ええ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っていきましたが、どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか言ってなかったかい。やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、おまけに帰りにはあるものを私から引き取っていったんです。あるものですか。ええ、ずいぶん重いトランクで、中身は私も存じません。2年前ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。俺が死んだらジャンク屋あたりにバラして売り払ってくれと言って。そんな、ランディ先輩らしくなさすぎですヤツの経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは知りません。それを知って奴の力になれるのはおそらく皆さんだけでしょう。オーナー。はい、そうありたいと思います。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。間違いない、この順番だ。おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを受け取ったんだろう。そのトランクに入っていたのはランディの両兵時代の獲物。多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。うん、間違いないと思う。武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインホルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない巨大なライフルを使っていたからな。よし、
これで大体ランディの状況はつかめたけど、最後にランディさんが交換屋を訪れたのが今朝の6時過ぎ、現在10時くらいですから4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつくのはかなり難しそうですけど。いや、ランディだっていくらたくても限度があるはずだ。赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。まあ玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければそのあたりが妥当だろうね。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元でマインズ方面に行くしか。まさか、ランディさんから。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。その声はどうしてこの番号が。言ったでしょう、ロイドさんたちのファンだと。タイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの。ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に一体何のつもりだい。わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。わかった。とにかく急ぎましょう。急いで来ていただいたようで何よりです。ザオさん、一人で大丈夫なんですか。ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は。少々忙しくなったのでいろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。兵ゆえきっての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実は昨夜インドのから突然連絡がありましてね。我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。あ、それは。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが相当固くなの様子でほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が。昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか。ひょっとして。僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいるみたいだね。ええ、そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは。一体インドのに何が起きたというのですか。あなたに話す義理はないと思いますが。ということはやはり彼女に何かがあったのですね。ダメだエリン、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を
やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があればステージでの活躍も納得ですね。いや、どうも気になったので前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして、いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てました。彼女をどうするつもりなんですか。今のところ特には。まあ正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられたんですが、ギルド関係者もいた以上ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら急いでいるので失礼しますよ。まあそう言わずに、今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、3時間ほど前マインツ参道のとある地点を訪れたそうです。本当ですか。赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね。その監視班からの連絡です。なるほど。それでその地点というのは。現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうです。ロイド。ああ、この上もない情報だ。サオさん、情報感謝します。あなた方が頑張ればこちらの利にもなりますし、まあランディさんともども死なないように気をつけてください。強いですよ彼らは。わかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐにマインツサンドへ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。あんな青臭さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。